まずサマリーです。1、まずは DLNA 入門かっこおさらい。もうよく知ってるよという方も多いと思いますが、まずはおさらいをしてみたいと思います。 DLNA は最初にイギリスのリンが採用して DS という機器を販売して、それが世界中のマニアに受け入れられたというのが Hi-Fi オーディオ再生におけるネットワーク再生のスタートではないかというふうに思っております。2、推奨セットを組み込んでみると、かっこ分かりやすい例として、かっこ閉じ、1番の説明おさらいだけではピンとこないという方もいらっしゃるかと思いますので、こんな機器を買い集めればまずスタートできるんだよというようなことを紹介してみたいというふうに思います。 3、 DLNA の用語のややこしさ。このネットワーク再生については、用語でつまずくという方がいらっしゃるんではないかと。まあ、私もかなりこの用語がですね、ややこしいというふうに当初思っておりまして、まあ、未だに思っているんですけれども、その辺についてお話ししたいというふうに思います。4、そもそも DLNA の由来は、ここでどのようにして DLNA は誕生してきたのかと、そして発展してきたのかということについて紹介してみたいというふうに思います。5、他にもあるネットワークオーディオの方式、技術。今回 DLNA を紹介しますのは、ネットワーク再生の基本的な技術、最初に Hi-Fi 再生をしたスタートであるということと同時に、これをまず理解して押さえておけば、まあ、他についてはその応用で取り組みやすいというふうに考えておりまして、今回 DLNA についてあえてご紹介する動画を作成しているんですけれども、今では他にもいろいろな方式がありますので、それについてまとめてみたいというふうに思います。6、まとめということで全体をまとめてみたいと思います。次のページ。1、まずは DLNA 入門かっこおさらい。1、家庭内 LAN かっこ Wi-Fi 含むに接続するメディア再生かっこ音声静止画動画ということで、基本的にはですね、家庭内の LAN に機器を接続してネットワーク再生をすると。まあ、LAN に関しては Wi-Fi も含みますし、そうした家庭内 LAN に接続するという方法なんですけれども、ここで重要なのが DLNA に関してはですね、音声のみならず静止画とか動画、これを取り扱いますので、よくですね、あの映像関係、特にテレビとか映像のレコーダーですね、これで DLNA という方式や用語が出てきますので、全体を紹介するにはそれらも触れなければいけないのですが、今回はオーディオに関してのみということで特化したご説明にしたいということになります。 ② 家庭内 LAN はこんな感じ。はじめにこちらの図を見ていただきたいんですが、一番左に光コンセントとありまして、まあ、外部のインターネットにつながっていまして、右側にいろんなパソコンとかタブレットとかですね、この場合は電話機も含めてつながっております。これは有線もしくは無線 LAN でつながっていると。それぞれつながっているものは相互に通信も可能というのが一般的な家庭 LAN であるということであります。 ③ 3つの機器を LAN につなぐだけ。サーバー、コントローラー、レンダラー、プレイヤー、この3つの用語を覚えておきますと、他のことが頭に入りやすいということではないかと思うのですが、まず音楽ライブラリーを格納するのがサーバー。例えば CD をリッピングしたというような音楽ファイルをですね、どこに入れてあるのかと、パソコンの内蔵ハードディスクであったり NAS であったりっていうところに入れてあるかと思うのですが、まあ、それがサーバーになります。次に再生の指示をするのがコントローラー。 DLNA の場合ですね、再生の指示っていうのをどこかの機材でしていくわけなんですけれども、曲を選んで再生するというようなことを行うのがコントローラーということになります。次に音楽ファイルを受け取ってアンプに送り出すレンダラー、プレイヤーっていうのがありまして、コントローラーから指示を受け取ってサーバーから音楽ファイルを受け取ると。で、そこにですね、DAC が内蔵されていたり、まあ、外付けで DAC をつなぐという方法でアナログ変換しまして、アンプに送り出すという機能がレンダラーということになります。 ④ 複数のサーバー、コントローラー、レンダラーも OK。このネットワークオーディオといいますか、まあネットワーク自体がですね、それぞれつながっていれば相互に通信可能ということがあるんですけれども、加えてですね、サーバーが例えば2つあったり、コントローラーが2つあったり、レンダラーが2つ3つあったりということも可能で、よくあるのは寝室のオーディオセットとリビングルームのオーディオセットと別々のレンダラーがありまして、
コントローラーでそれぞれ選択しまして、どこの部屋のオーディオを鳴らすというような切り分けっていうのも簡単にできてしまいます。続いて丸5、ストリーミング Amazon Music や Spotify、Tidal やネットラジオなども可能。ファイル再生のみならず、この DLNA でオーディオを構築しておきますと、コントローラーの方でですね、ストリーミングに対応しているという場合が多いので、最近流行りのサブスクですとか、あるいはネットワークラジオっていうのも再生が可能になってきます。次のページに推奨セットを組み込んでみると、分かりやすい例として、先ほどの説明ではまだピンとこないという方もいらっしゃるかと思いますので、こちらで図解してみました。推奨セットということで、まずオーディオ用のサーバーとしてオーディオ専用の NAS というのがいろいろ販売されています。最近これでですね、比較的安いものが発売されておりまして、ここで取り上げましたのはサウンドジェニック、こちらの、まあ、一番下のクラスなんですが 27,435 円というのが送り出しのサーバーというふうに位置付けをしまして、その右側に再生を行う装置ということで IFI オーディオの全ストリーム、こちらを単体 DAC と USB 接続もしくは SPDIF 接続をしていくんですけれども、こちらをレンダラーとして使うと。さらにその中間に、こちらはもうわざわざ買うこともない、だいたいスマホかタブレットっていうのは皆さんお持ちかと思いますので、そちらにこの例ですとバブル UPNP という割と代表的な有名なアプリがあるんですけれども、これの無料版を入れまして曲の選択をしていくと。このそれぞれの機器をですね、有線もしくは無線 LAN で接続しておけばですね、あとは簡単な設定で再生ができるということになります。この場合上の2つをですね、新規購入しますと合計 72,847 円ということなんですが、例えば NAS に関しては過去動画でもうちょっと安い一般的なNASを使っても OK だよというようなことをご紹介したこともありますし、そもそもそういう新しい機材を使わなくてもパソコンに内蔵もしくは外付けでライブラリがあるよという場合は新たな機材を購入する必要はないかと思います。再生につきましても、過去動画でこちら0円でネットワークプレイヤーを作ろうという動画を上げさせていただいておりますが、もしノートパソコンなどで古くて使わなくなったというものがあれば、それを代用するということも可能ですし、最近多いのはラズパイオーディオ、ラズベリーパイのような比較的安価な教育用シングルボードコンピューターと、これも過去動画でご紹介しておりますが、こういうものを使うという方法もありまして、場合によっては特にコストをかけなくてもネットワークオーディオは構築できるということになるかと思います。次のページ3、 DLNA の用語のややこしさ。1、映像機器の場合、デジタル放送の著作権技術が加わるのでさらにややこしくなる。矢印、今回はハイファイステレオ再生音声の部分のみ解説しますということで、先ほども申し上げましたが、映像も加わりますと少しややこしくなりますので、今回はオーディオに特化した説明とさせていただきます。2、機能面から見た用語のややこしさ。ネットワークプレイヤークエスチョンとありますが、矢印で DAC 付きのレンダラーに簡単なコントローラーをつけてワンパッケージ化したものというふうに、ちょっと言葉で表現するとややこしい感じもしないでもないんですけども、ネットワークプレイヤーっていうのが、まあ大体各大手のメーカーから発売されているんですけども、これ厳密に言えば、まあレンダラー、DAC 付きのレンダラーというふうに言えるかと思いますが、まあそこで曲の選択なんかもできてしまうというような、ちょっと家電チックなものに仕上がっているのがネットワークプレイヤーということで、ここでもちょっとですね、用語がややこしくなってくるということではないかというふうに思います。続いてネットワークトランスポータークエスチョン。上のネットワークプレイヤーとじゃあどう違うんだということなんですが、矢印、DAC とコントローラーを省いて純粋なレンダラーに徹したもの。先ほどご紹介したネットワークプレイヤーっていうのは DAC が内蔵しておりますので、オーディオマニアにとってですね、 DAC っていうのはもう今や例えば複数所有していて、それぞれ音の傾向が違いますので、取っ換え引っ換えして楽しむというアナログ版のカートリッジ的な位置づけもあるかと思うんですが、ネットワークプレイヤーについては内蔵したものがありますので、そういうものはもともと DAC も持っているし不要じゃないかという場合に、レンダラーのみの機能ということで機能をそれに絞ったものというのがネットワークトランスポーターということではないかというふうに思います。次の矢印、ネットワークストリーマーもほぼ同じ意味。その次の矢印、ネットワークブリッジも同じ。ネットワークトランスポーターっていうのがネットワークストリーマーとかネットワークブリッジとか、厳密には少しずつ違いがあるんですけれども、
そういう言い方もされまして、この困った用語のややこしさというのがあるというふうに思います。次のページ、3、ソフトウェアやシステム上の用語のややこしさ。レンダラーとクライアントはほぼ同じ。先ほどレンダラーがネットワークプレイヤーという用語の使い方もあるよというふうに申し上げたんですけれども、一方でクライアントという用語もあります。このクライアントという用語は IT 用語で、サーバーに相対する用語。サーバーとクライアント、サーバーというのは直訳すると配る人、クライアントもらう人というふうな意味合いがありまして、 IT 用語的にはクライアントという言い方をよくしますので、このオーディオ的にはプレイヤーというようなことがレンダラーとかクライアントというふうな、これは厳密には違いますがほぼ同じ意味ということですが、ここも少しややこしいかと思います。続いて、システム用語か間違いか、クライアントとサーバーが入れ替わる表記も、これですね、非常に私も以前から頭を悩ませているんですけれども、ネットワークオーディオにおきますクライアント、それでサーバーというのは、先ほど説明しましたようにサーバーがですね、音楽ファイルが入っている場所、クライアントっていうのがレンダラーに当たるというふうに説明してきたんですが、時々ですね、このクライアントとサーバーが入れ替わる表記っていうのがありまして、これはオーディオ面から説明した場合じゃなくて、システム的な説明をした場合によくそういう表記が入れ替わっているということがあるんですけれども、ここも非常に頭が混乱しやすいということであります。これがどうして表記が入れ替わることがあるのか、これは私もよく分かりませんので、もしこれを見ている方で詳しい方がいたらコメントで補足していただけるとありがたいかと思います。4、そもそも DLNA と UPnP が同じ意味ではクエスチョン。これについて次のページで詳しく解説していきます。次のページ、4、そもそも DLNA の由来はクエスチョン。1、 DLNA イコールデジタルリビングネットワークアライアンス。2、 DLNA はガイドラインで、 UPnP かっこユニバーサルプラグアンドプレイは技術というふうにあるんですけれども、もともと技術的にはですね、UPnP っていう技術がありまして、これを中心にガイドラインとして決めたものっていうのがデジタルリビングネットワークアライアンスの DLNA というのが事の発端であるようです。3、 DLNA は1対1の DLNA1.0 からスタートして、1.5、2.0 と進化した。もうすでにですね、そこから先もあるようなんですけれども、一番最初は1対1でスタートしたんですが、このガイドラインがどんどんバージョンアップしてくるということで、ちょっとこれも話がややこしくなっていくということになります。4、講義の DLNA は Bluetooth など他の技術も含むので、オーディオの場合 DLNA/UPnP と表記も、これ私もよくそういう表記をするんですけれども、米印でUPnP で DLNA 認証を受けていないが普通につながる場合も多いということで、基本的な技術が UPnP ですので、その延長線上で DLNA 認証を受けている受けていないにかかわらず、それがそもそも普通につながるということも多いということで、 DLNA のネットワークオーディオをする場合、 UPnP 対応機器、これを加えてもですね、別に普通につながるということもあります。逆に広い意味の DLNAっていうのがどんどんバージョンアップして Bluetooth とか他の技術も含むようになりましたので、逆にややこしいと。 DLNA と UPnP をですね、スラッシュで両方表記しておけば、だいたいこのネットワークオーディオで使うベーシックな方式だなということがイメージしやすいので、私も含めて複数で表記するというのが最近多く見受けられるようになってきたというふうに思います。米印、この方式の起源が Windows のマイクロソフト1999年というのが少し驚きというのがあります。オーディオマニアにとってですね、Windows っていうのは長年 PC オーディオに取り組んでいてもですね、一方の Mac と比べるとHi-Fi 再生に非常にしにくいと。 Windows 自体、つまり作ってるマイクロソフト自体が Apple に比べるとオーディオに関心が薄いというのが一般論といいますか、一般的なイメージではないかと思うんですが、この DLNA に関しては元々の UPnP というのを作ったというのが実はマイクロソフトであったというのが少し驚きであります。次の星印、 USB かっこユニバーサルシリアスバス括弧閉じと、技術は違うが思想や誕生した時代は同じ。
というふうにありますが、この Windows のマイクロソフトですね、これが DNA の前身であります UPnP を作った時代と時代を同じくして USB というのを、これは Windows だけではなくて Apple とかも含めて誕生してきたんですけれども、 USB と UPnP は片やパソコンに直接つなぐのが USB で、 LAN につないでいく伝送方式が UPnP ですので、技術は違うんですけれども、つなげばすぐに認識するというプラグアンドプレイという考え方は思想として同じであるということで、改めて考えるとそうだったんだというふうに納得してしまいます。次のページ。5、他にもあるネットワークオーディオの方式技術。1、古くからあるエアプレイとスクイーズボックス。スクイーズボックスは機材として日本に上陸しませんでしたので、少し馴染みが薄いかと思いますが、 Mac とか iPhone とかですね、 Apple 製の機材を使っている方には AirPlay っていうのは馴染みが深いというふうに思います。先ほどマイクロソフトが Windows で UPnP というのを開発してそれを普及させたということがあるんですが、ネットワークオーディオのベーシックな方式として、一方で AirPlay っていうのが Apple から誕生していたと、だいたいこれも時期が同じです。スクイーズボックスっていうのは DNA とか UPnP よりも少し古いんじゃないかという話もある、一番最初にできたネットワークオーディオという言い方もされるんですけれども、海外でもう一つの機材で再生もコントロールも行えるスクイーズボックスという機器が発売されて、これが割と人気があったということなんですけれども、エアプレイとスクイーズボックスというネットワークオーディオの方式がもともとあったということになります。丸2、リンが DLNA スラッシュ UPnP を進化させたクエスチョン、オープンホームというのがあります。リンはもともと DLNA で DS という機材をですね作りまして、これがオーディオマニアに世界中で受け入れられまして、ネットワークオーディオっていうのがハイファイ再生で実際に使われるようになったという流れではないかというふうに思うのですが、その後リンもですね、それを進化させたオープンホームという方式を開発しております。丸3、デコードしてから送るルーンのラート。最近はルーンというのがよく取り上げられると思いますが、ルーンのデフォルトの伝送方式、ネットワークの方式っていうのがラートという方式なんですけれども、ここは DLNA とかと少しやり方が違いまして、デコードしてから送るというのはどういうことかと言いますと、例えばフラックですとか MP3 みたいな圧縮した音楽ファイルっていうのがあると思うんですが、 DLNA とかですね、他の方式ですと圧縮ファイルを送ってレンダラーの方で回答するというのが一般的なんですが、 DART に関してはデコードしてから送ると、すなわちフラックであっても MP3 であっても、これを送り出しの方でPCM 信号に変換してから送るという違いがあります。丸4、これまでの技術の音質的弱点を改善するディレッタ。で、最近さらにディレッタという方式が出てきてるんですが、ディレッタに関してはさらに音質を高めるためにレンダラーのですね機能を見直しまして、これまでの技術の弱点というのを補ったさらに発展系のオーディオに特化したネットワークオーディオの方式というものではないかと思うのですが、そういうものが出てきております。詳しくは過去動画で説明しております。丸5、業務用の規格は別世界、括弧 AES67、ダンテなどなどというふうにありますが、ネットワークオーディオの技術面につきましては、業務用はまた別の規格でいろいろなものが使われております。例えばコンサートとかですね、やるにおいてマイクが100本単位であるなんていうのはもう業務用では珍しくない話でありまして、先ほど来説明しております一般家庭でのハイファイステレオ再生ですと2チャンネル送ればいいんですけれども、業務用ですと50チャンネルとか100チャンネルとかですね、平気で複数のチャンネルを多く送っていくという必要がありますので、業務用についてはまた別の技術、別の方式が普及しております。次のページ。6、まとめ。1、3つの機器を LAN につなぐだけ。サーバー、コントローラー、レンダラー、プレイヤー。今回ですね、話がわからなかったという方もですね、この3つの用語、3つの機器がいろいろ柔軟に組み合わさるのがネットワークオーディオだよというふうに最低限理解していただければ一歩前進できるのではないかというふうに思います。丸2、音声だけでなく静止画、写真など動画、映画やデジタル放送などにも対応した規格、括弧ガイドライン。 DNNA っていうのはですね、音声だけではなくて写真とか
映画やデジタル放送でも使われるので、逆に言えばややこしいんですけれども、結構これは広範囲なガイドラインであるということを認識していただければというふうに思います。丸3、 LAN かっこ Wi-Fi 含むにつなぐだけで自動認識。この有線 LAN とですね、無線 LAN ですね、これが混在していいのかみたいなことを悩む方もいらっしゃるんですが、同じルーターにつながったものであれば有線でも無線でもこれは相互に自由に通信できますので、DLNA のですね、元を正せば UPnP という繋いだだけで自動認識されるという便利な機能がベースになっておりますので、もう繋ぐだけで良いというふうなことをご理解いただければというふうに思います。丸4、手持ちの機器と無料ソフトウェアで構築も。基本的にパソコンとスマホがあれば、サーバーとコントローラーは新しい機材を購入しなくてはならないということはなくなります。またレンダラーに関して言えば、ストリーマーもしくはネットワークブリッジという方式で、その純粋なレンダラー機能だけを古くなったノートパソコンとかラズベリーパイで代用することが可能です。で、手持ちのダックにつないでいくという方式ができますので、これらは無料ソフトウェアがかなり普及しておりますので、そういう手持ちの機器と無料ソフトウェアで構築することも可能ということになります。丸5、圧縮・非圧縮の音楽ファイルとストリーミングにも対応。DLNA 自体が圧縮したファイルは圧縮したまま送るという説明もしましたが、一般的に使われます FLAC とか WAV みたいな方式であれば、ハイレゾや DSD 含めて基本的には対応できますし、またサブスクなどのストリーミングにも対応しているということになります。丸6、他にもネットワークオーディオの方式はあるが、まずは基本。他にもこれをもう改良したですね、方式なども出ておりますが、まずこの基本の方式を理解し、これで音が出せるということができるようになりますと、他については応用でやっていけるというふうになるかと思います。今回の説明は以上となります。